リュシュティュレジベルはトルコ・アンタルヤ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。ユース時代は右ウィングとしてプレーしていたが、17歳の時の監督に、君は背が高いからゴール前に立ってみるといいと言われゴールキーパーに転校した。1990年、ブルドゥルギュジュに入団。1シーズン在籍した後に、 地元のサッカークラブワンタルヤスポルへ移籍した。GK コーチのイリア・ダットクルによって見出され、ファテチ・テリム監督の指導によって才能が開花した。テリムは、まだクラブの第三 g k だったリュシテューの潜在能力に感銘を受け、君はいずれ、トルコで最も素晴らしい GK になるだろうと伝えた。テリムは、フェネル・バフチェ SK、ガラタ・サライ SK、ベシクタシ JK のトルコ三大クラブに、 呂死球を推薦し、1993年にベシクタシュ JK と契約した。しかし、契約締結の直後に自動車事故に巻き込まれて、怪我を負い、メディカルチェックを通ることができず、ベシクタシュ JK への移籍は取りやめになった。1993から94シーズンの初め、フェネルバフチェース k と契約した。そのシーズンはアンタルやスポルでプレーすることが認められ、 レンタル遺跡という形でチームに残った。フェネル・バフチェでの初年度となる1994から95シーズンはクラブとトルコ代表の聖 GK のエンギンアイビーカグルーが負傷し幸運にも出場機会を得て1994年10月12日のアイスランド戦で代表デビューを飾った。その後9年間はクラブでも代表でも地位を不動のものとし、 フェネルバフチ在籍期間中に4度のリーグ優勝を成し遂げた UEFA ユーロ9 6や UEFA ユーロ2 0 0 0に出場。さらに2002年の日韓 W 杯ではチームの守護神として48年ぶりに本大会出場を果たした代表を3位入賞に導く活躍を見せ最優秀 GK 投票ではドイツのオリバー・カーンに次ぐ2位に選ばれた。 2003年にフェネル・バフチェとの契約が切れると、AC ・ミラン、インテル・ミラノ、FC ・バルセロナ、バレンシア・ CAF、マンチェスター・ユナイテッド・ FC、アーセナル・ FC、ユベントス・ FC、リバプール・ FC からオファーがあり、アーセナル・ FC と契約間近だったが、アーセン・ベンゲル監督と口論したことから移籍は破談となった。結局、FC ・バルセロナに移籍し、 好調なプレシーズンを送ったが、シーズン開幕前に怪我に見舞われた。開幕にはなんとか間に合ったが、リュシュテューはまだスペイン語に不慣れだったため、フランクライカールと監督はビクトル・バルデスを開幕戦に送り出した。私の実績と能力からすれば、スペイン語が話せないために試合に出られないのはゲせないと述べたが、スペインでの挑戦は1シーズンで終わった。 2006から07シーズンに、フェネルバフチェでリーグ優勝したが、自身の将来のことで、クラブと揉めたことから、ボルカンでミレルにポジションを奪われた。そのため、ライバルクラブのベシクタシュ JK にフリーで移籍し、フェネルバフチェのファンの怒りを買った。ベシクタシュ JK でも、高パフォーマンスを披露したが、たびたび怪我に悩まされた。UEFA ユーロ2008では控え、 ゴールキーパーとして選出されたが、出場停止となったボルカンでミレルに代わり大会、途中から出場。準々決勝のクロアチア戦では、スーパーセーブを連発し、PK 戦でもクロアチアに一本しか成功を許さない、活躍で、トルコ発のベスト4進出に貢献した。また、同大会終了後、代表引退を表明した。2020年3月28日、 新型コロナウイルス感染症の症状が急転し、病院に搬送されたことがリュシュティの妻のインスタグラムにて報告された。BBC 放送電子版では、リュシュティの容態について、危機的時期だと報じた。集中治療室にも入ったが回復し、4月6日に退院したことが妻のインスタグラムにて報告された。少年の頃に好きだったゴールキーパーは、ピーター・シー・マイケルである。彼とは、 UEFA ユ u r o 96で対戦している。フェネルバフチェ在籍時にも UEFA 欧州選手権でマンチェスターユナイテッド FC に所属していたシュマイケルと対戦した。ありがとうございます。